皆さんこんにちは、メイクアップアーティストのアリサです。皆さんは美容にかける時間は大体どれぐらいですか？私の理想は1時間はかけたいんですが、やはり毎日仕事や家事、そして子育てに追われているとなかなかそんな時間は作れません。美容に気をつけてはいるんですが、お肌になかなか手が回らない時もあります。今日の動画は実際に取り入れているお手入れをお見せします。忙しい人でも手軽にながら美容ができる贅沢なケアアイテムも紹介しています。それでは動画を始めます。スタート。とある一日です。この日は朝から夕方まで撮影と編集の一日でした。 YouTube の作業部屋を自宅の一室に設けています。すごい顔していますよね。編集中は顔ヨガや舌回しをし、顔のたるみ対策をしています。家事をしながらも手軽にできる美容法です。編集に行き詰まったりリフレッシュをしたいときはアロマを吹きかけます。アロマは気分転換やリラックス効果が期待できるので生活の中に取り入れています。いい香り。一日の作業は終わりです。 YouTuber から主婦になります。メイクの仕事は基本早朝が多いため夕方に家事をします。部屋掃除、お風呂掃除に洗濯を回します。娘が帰ってきたので一緒に夕食を作ります。最近は何でも一人でやりたいと言い出し、私は手を切らないように見守ったりレシピの指示出しです。この日は主人リクエストの鍋です。グツ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 、鍋が出来上がりました。美味しそう。美味しかったです。家族4人で談笑しながらご飯をいただきます。食事を終えたらお風呂に入りますが、その前に洗面所でメイクオフします。その日のメイクの濃さや肌状態に合わせてアイテムを選びます。マスカラリムーバーを使用すればウォータープルーフマスカラもスルリと落ちます。マスカラリムーバーを放置している間にクレンジングバームを多めに取り、手で温めてから肌になじませます。ダブル洗顔不要のアイテムを使用すれば時短でメイクオフができます。全体になじませた後、マスカラリムーバーも一緒になじませ洗い流してタオルオフをします。頑張った自分へのご褒美は PH スプラッシュマスクプロです。手軽にお家でエステ気分が味わえる炭酸パックです。こちら後ほど湯船に浸かりながら使用します。入浴時間はワーママの私にとっては子供とおしゃべりしたり遊んだりコミュニケーションをとる大事な時間です。またながら美容ができる貴重な時間でもあるため必ず入浴剤は入れます。シャンプーの際はスカルプブラシを併用します。指では落としにくい頭皮の汚れをしっかりと落とし、また頭皮の筋肉のコリもほぐせます。ヘアトリートメントをなじませたら髪をまとめ放置します。ボディはこすらず泡で優しく洗い上げます。湯船に浸かりながらお顔は PH スプラッシュマスクプロで炭酸ケアを行います。炭酸パックって混ぜるタイプとか大変なイメージがあったんですが、これは封を開けて肌にのせるだけでスペシャルケアができます。美容成分がたっぷりと入っているので潤いケアが行えます。肌にのせるとジェルが徐々に微細なマイクロ泡に変化します。シュワシュワな濃密な泡と炭酸が肌に負担をかけずに毛穴の奥の汚れを優しく抱え込んで浮かせます。洗い流すとお肌はツルスベ肌で透明感が出て明るく感じられます。私のスペシャルケアに外せないお気に入りアイテムです。お風呂上がりは肌状態に合わせてこちらの中からスキンケアアイテムを選びます。今日は乾燥しがちな目元と口元をストレッチモイスチャーシートマスクプロを使い集中ケアを行います。化粧水を何度か重ね塗りをした後シートマスクをのせます。プラセントエキスをはじめ美容成分が豊富に配合しています。薄いシートにたっぷりと美容液が含まれているので肌にしっかりとフィットして動いても大丈夫です。放置時間に皿洗いをします。家事をしながら集中ケアができ綺麗になれるってすごく良くないですか？私は家事の中で一番皿洗いが苦手です。放置時間丸10分間を置いてもシートはまだヒタヒタしています。使用後は潤って肌がふっくらと感じられます。
シートはこのまま捨てるのはもったいないので、首やデコルテも一緒にケアします。お肌に残った美容液を浸透させた後、お顔全体に美容液、乳液を重ねます。この時、綺麗になれ、綺麗になれと念じます。髪を乾かす前にヘアオイルを毛先をメインに重ねた後、全体に塗り広げて乾かしていきます。ドライヤーをかけながらスクワットで筋トレをします。太ももは大きな筋肉だから鍛えると代謝が上がり痩せやすい体になると言われているので地道に行っています。乾いたらもう一度オイルを重ね塗りします。パサつきが気になるところをメインに広げます。頭皮とお顔は1枚の皮でつながっているので頭皮がたるんだり老化するとお顔も同じ影響を受けます。そのため頭皮のケアも怠りません。ヘッドマッサージを軽く行います。ボディオイルを体全体に塗り広げて保湿ケアを行います。時間に余裕があればヨガマットを引っ張り出してストレッチや筋トレをします。主人がもう寝るって言い始めたので私一人で筋トレをします。テレビを見ながら行います。1、2、3。最近は筋膜リリースができるストレッチポールにはまっていて肩こりがねだいぶ楽になりました。こんな感じでコロコロしています。ストレッチを終えたら洗濯物を畳みます。ひなちゃんのサービスカットです。オフゴフトリミング行かないと。テラスでリラックスタイムです。その日にたまったストレスはできるだけその日に解消するようにしています。夜空を見ながら深呼吸をします。深呼吸をすると全身に酸素が行き渡り美容にいいんですよ。ただで綺麗になれるおすすめの美容法です。私のリアルなナイトルーティンでした。皆さんのおすすめのおこもり美容があったら教えてください。今回動画内で紹介したアイテムは忙しい人でも手軽にながら美容ができ綺麗が手に入ります。気になる方はぜひ下の概要欄からご覧ください。普段あまりプライベートをお見せする機会がなくって今までで一番プライベートをさらけ出したかもしれないです。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。